はい、まあ、今ね、軍事演習なんかも、要するに米、うんね、日米、並びに韓国でやられている現状で、今、かなりの軍人がですね、まあ、来られているという、聞きますけれども、まあ、実際そういった生の情報って、まあ、やはり私たちは届かない部分ってありまして、実際どうなんですかね、そういった軍事演習。今、軍事演習やってますよね。で、フォールイーグルっていうので2ヶ月やるんですよね、うん、はい、3月4月丸々やる、うん、で、世情ですね、少々その傾聴不悪だと言ったら失礼かもしれないけども、アメリカが北朝鮮を攻めるんじゃないのという説もあります、うん、はい、で、これは今トランプ政権がティラーソン国務長官も言っておりますけども、うん、もう今までのね、過去20年の対北朝鮮政策は限って失敗だったと。言ってますね。で、オバマ政権のその戦略的忍耐というですね、うん、したわけのわからん言葉なんですが、うん、これも失敗だったと。はい、うん、まあ忍耐強く待つってだけで何もやらんってことなんですが、積極的に失敗だったと。うんうん、その間にミサイルはどんどん、開発するしね、うん、核兵器も開発するということで、まあ、それをストップすることができなかった。だからあらゆるオプションを考える、うん、あらゆる可能性を考える、それはもう、極端に言えば北朝鮮を先制攻撃するというオプションですね、うん、核施設なんかをもう爆撃しちゃうとかね、はい、いうことから、あるいはその北朝鮮のトップをですね、うん、この身柄を確保するとか暗殺するという可能性もあると、うん、それからもう逆に言うとね、一挙にですね、北朝鮮と和解をするということだってあり得るわけですよね、うん、アメリカがね、うん、で、今朝鮮、38度線っていうのは、はい、休戦協定ですから、うん、戦争が一時的に打ち方やめの状況がずっと続いてるっていうだけですから ね、それを平和条約にするという、うん、この可能性もある。その中でオプションを考えると言ってるんです、うん、ですからな、何が、まあ、要するにゼロベースで、まあ、トランプさん何でもそうなんだけど、ゼロベースで考えてみようということで、うん、結論は出てません。うん、ただし、じゃあ、この、今の演習にこと寄せてというか、準備して、はい、じゃあ一挙に北を攻めるっていうオプションがあるのか、うん、僕はないと思います。うん、ないです、まあ。それはやりません。逆に言うと、2ヶ月間は、北は何もできない。うん、2ヶ月間は安全だ。うん、極東はね。ということなんですかね。北東アジアというか、は安全だということで、うん、それはプレッシャーかけ続けますけどね。うん、でね、これね、経済の問題考えてみるとすぐ分かっちゃうんだけど、はい、今ここで朝鮮戦争始めたら、アメリカの財政はね、破綻します。うん、破綻するというかね、ガタガタになっちゃう、うん。それはできませんよ、トランプ。国民に約束したのは、とにかく経済を良くすること、うん。それから軍事的に考えると、西アジア、中東と言ってもいいですが、はい、で、もう一つ戦争やってんですね、うん、これ IS を潰す戦争です、うん、でこちらは日本ではほとんど報道されないけども、うん、これは着々とうまくいってる、はい、ロシアとトルコとアメリカと三つどもえで、うん、お互いにこれがじゃあ IS がなくなった後自分の勢力圏をどう確保するんだってことを考えながらやってますが、三つの軍は協力しながら、うん、腹の中ではライバル同士と、はい、いうですね、複雑な、実に複雑な戦争ですが、まあ国際政治そんなもんですが、特に、まあ、トルコはあんまり力がなくてですね、最近ロシアにちょっと抑え込まれてる感じですが、はい、米ロは協調しながらも、潜在的には敵対してるわけですから、そういうね、複雑なことやってる。だから、東アジアでことを起こしたくないんです。ですから、アメリカが一挙にね、北朝鮮に向けて強硬策を取るという可能性は、私は現実的に見れば非常に低い。むしろ北朝鮮を抑止するためにね、これだけの力があるんだよということを見せておいて、もしあんたたちが戦争を始めたら、北朝鮮は一日でなくなるよと。うん、そのぐらいの、アメリカ攻撃力持ってますからね。まあ実際にトランプさんというのは選挙前から今に限ってですね、はい、やはりいろんな意味でこう、まあある意味高派じゃないですけども、そういうようなイメージに見せといて、結構まあ修正してビジネスライクなところと、ね。年の頃はビジネスライクで非常に現実的ですしね。うんうん、日米会談もそうでしたね、はい、日本からいかにね、いいものを引き出せるかと、うん、で一番大事なのはトランプさんにとって国内の
給料のいい雇用を作れるかどうかなんですよね。そうですね。で、それでトヨタも協力しね、日本の各メーカーね、うん、安倍さんがだって日本から51兆円持ってくって言うんでしょ。うん、ほら、ウェルカムですよ。そうですよね。だからそれでね、よって、為替の問題とかね、はい、円が安すぎるじゃないかとかね、うん、貿易、日本黒字が台北大きすぎんじゃないかと、うん、アメリカで赤字が大きすぎんじゃないかという話は一切出させなかった。うんね、それからアメリカからね、これはね、ハイテク兵器どんどん買いましょうって話したんです。うん、トランプさんにとっては、こんないい条件持ってきてくれたらね、うん、それはゴルフもやりますわ、仲良くなりますよ。うん、だから、その、安倍さん、見事にその、一番嫌だったことね、うん、あの前にね、まあ、その、悲観論の新聞とかね、ありましたね。反安倍の新聞とか何書いてたかって、それ全部その話出なかったんですね、うん。はい。だから、直接には基地負担の増やせという話も出なかった。うん。感染の話出ませんでした。うん、でこれは封じ込めたんでね、安倍さんの外交非常によくやったと。うん。思います。あれはもう僕は100点満点で120点って言ってるんですけど、はい、そのぐらいやってもいいと思いますけどね。なるほど。まあ本当に今、北朝鮮というのを先ほど出ましたけれども、はい、まあその後ろにはどうしてもこの中国というところも無視できない。そしてこれもやはり先ほど藤井さんが言って今動かないというのは、なぜならば首脳会談が4月の6日、7日にある。やはりそれを終わってみないと、結局どうなるかわからないってことなんですかね。でもね、大体分かってきてね、今ね、この間、ティラーソンさんが行ったでしょ。ね、そして、日本、韓国、チャイナ行きましたよね。でね、チャイナに何行ったかっていうのは大体分かるんですよね。どういうこと言ったかっていうと、うん、今ね、トランプ政権は経済の問題で、チャイナに対してものすごいプレッシャーをかけようとしてます。ある意味でもうかけつつある。はい、始まってる。はい、それ貿易ね。アメリカの貿易赤字の半分はチャイナなんですね、うん、日本とかドイツとか行ったってね 10% ずつぐらいなんですよ、はい、まあレベルが違う。しかも特に日本はね、貿易黒字で儲けてもアメリカにものすごい対米投資をやってるから、うん、はい、アメリカでね、それ100万人近い雇用を日本生んでるんですよね、うん、だから、ね、ところがチャイナは全然ね、チャイナからの投資でアメリカで雇用が生まれたって話はほとんどないんだ、うん、だから一方的に仕事を取られちゃってるわけ、うん、じゃあ厳しくやるよと。でもダンピング認定を2つの品目で早速しました、うん、それからね、ZTE というですね、これ人民解放軍が背後にいるハイテク企業ですけど、うん、そこがね、これは北朝鮮なんかにね、貿易のあれを破ったというんですね、ルールを破ったっていうんでね、うん、1300億円ぐらいかな、あの罰金かけました、はい、さあこれからどんどん行くよと、うん、言うんで、トランプ政権が言ったのはおそらくね、こういう対チャイナの経済をもっと締め上げるいろんなプランを我々持っておりますと、うん、やってほしくないですよね。やってほしくないんだったら、北朝鮮の核ミサイル、核兵器ミサイルの、この開発を本気で止めてくれるんだったら、こちらの方は時間猶予しますよと。なるほど。ええ。うん、できないんだったらこっち行きますよと。さあ、どうしますかと。いうふうに言って、とりあえずティラーソンさんのこの間の言葉、大きい外相なんかとも会いましたけど、うん、ね、ウィンウィンの、米中は今まで来たじゃないかと、お互い敵対しないでね。うん、非常に言葉は柔らかいけれども、言ってることその、あれをなんていうか条件を出して、さあどうしますかということを迫って、その結論は首脳会談の時に出してくださいねと、おそらく言ったんじゃないかな。うん、厳しいですよね、まあ、やったことは。まあですからその答えと言ったらあれですけれども、その流れのまあ上昇というか、ね、そういうものがこの首脳会談って言われるんでしょうね、うん、だからまあそれからね、あのどうもでもどうなるのかなっていうとね、チャイナはね、僕は北朝鮮を抑える力ないと思います、うん、ない、それを試してんだと思うんですね。なるほど。力があるのにやんないのか、うん、だったらね、力発揮して北朝鮮を本当に抑えていくことができればね、うん、アメリカとしてもそんなチャイナ経済でいじめませんよということでしょう、うんうん、しかし力は僕ないと思うんで、ないと思われた時の中国ってどうなってしまうんですかね。だから結局ね、北朝鮮とチャイナの距離は縮まってると思います。ほう。だから、アメリカに対抗するために中朝もう一度しっかり手を組もうという方向に行くんじゃないでしょうか。で、この間、金正男さんという人、はいはいはい、方がね、おそらくその人が殺されたということになってますけども、うん、あれは今までチャイナが保護してた人ですよね。うん、で、将来ひょっとして北朝鮮のトップをすげ替えることがあれば、親、うん、中、北朝鮮の政権ができればそのトップにしたいと思ってた人でしょう。うん、あの方が殺されたのは、僕はチャイナが保護の手を引いたからだと思います。うん、カバーって言いますけど、カバーしなくなった。だから殺されたとすれば、うん、北朝鮮の今のね、ジョンウンさんですかにとって一番気になるのはあの人ですよね。そうですね。血筋つながってるしね。うん、だからその人をチャイナがいつも手の中のカードで持って、いざとなったら取っ替えるよという脅しになってたわけでしょ。うん、それをチャイナがやめたと。
いうことは中朝が手をもう一回握ったんじゃないのかなと。なるほど。と私は読むんですがね。まあ本当にでもね、今までのこの中朝の関係というのは、まあ、キム・ショウニチがね、うん、まあ本当に中国よく行ってたりしてたり、交流しましたけれども、一回も首脳会談してないんですね。ジョンさん行ってないんです。うん、あのトップになってから行ってないんです、うん。お父さんに連れられては行ったんだけどですね。はい、うん、だからこれうまくいってれば、うん、今の北朝鮮のトップが訪中ということがそのうち出てくると思います。うん、そうしたときはもう一度中朝が手を握るとる で、ね、でアメリカに対抗しようという路線が表に出てくるんじゃないかと思います、うん。まあ本当にこの中国という国はまあ一枚岩というか、まあ本当に習近平がトップでそれが全てかというふうにも見えないというか、権力闘争が常にあるようなところであって、今やってるんでしょうね、今やってるんでしょうけどね、だからどうもね、はい、全人代ってやりましたよね、はい、やりました。あれ見てるとね、うん、もう李克強さんは全然力がないですね、うん、もう来年辞めるということで、うん、あのなんていうかな、サバサバした顔で、うん、逆にやってましたね、はい。もう去年はもう冷や汗たらたらしながら演説したっていう感じだったんだけど、うん、違うんですよね。もうね、もう権力闘争型がついたと僕思います、はい、いわゆるその李克強がね、はい、ナンバー2であったけど、もうこれは退任しますね。で、力の、あのナンバー2から外れる、おそらく、名目的な、役職に就くんだと思いますが、習さんが確実に勝ちつつあるんじゃないですかね。あの、江沢民派というか、まあ、かなりいろいろ粛清もされましたけれども、まだやはりその中では、中国の中でもまだ権力っていうのはもちろんあるんですよね。今ね、どうも見てるとね、でも、チャイナセブンとか言いますよね。はい。あの、中国共産党のね、常任委員会、7人ですよね。はい、あれのうちやっぱり4対3ぐらいで習近平さんの派閥が取ったってことじゃないですかね。うん、なるほど、まあそういうのもね、見ることによってだいぶね、この中国というのも変わってきますし、あれね、あのよく間違って全人代って日本の国会に当たるっていうんだけど、はいはい、日本の国会じゃないですよ、うん、だってあそこはね、日本の選挙みたいな選挙ないから、うん、厳密に言うと選挙はあるんだけど自由な選挙じゃないんで、うん、もう当選する人全部決まってんで、うん、ね、昔のソ連にもね、うん、あの選挙ありましたしね、北朝鮮にも選挙あるんじゃないかな、うん、ただ自由じゃないから、うん、投票率 102% とかいうのがね、昔冗談でありましたけどね、いや、北朝鮮で。いや、それ、候補者一人しかいないから、ね。うん、そういう選挙で、うん、だからなんか極めて、うん、あの党大会と似てるんですよ、全人代って。全人代と党大会は別なんですよ、うん、で どういうことかっていうと、 党で法の決めたことを、うん、一応国家の決定にするためのあのハンコを押すみたいな役割だけですね、うん、あの全人代っていうのは、要するに日本で言ったら衆議院で決まったことは参議院で与野党の数が一緒ならばそのまま取っちゃうじゃないですか。だからあれ、所詮ラバースタンプだとハンコ押すだけだっていう、それと似たようなもんですね、全人代はね。なるほど、うん。さあ、どんどん行きましょう。茨城県の馬場久志さんです。北朝鮮がここのところ弾道ミサイルを複数回発射しています。いたずらに不安視して、相手に舐められるので動揺してはいけないと思っています。外国人を長期間拉致するようなこの国の真の狙いというのは一体何でしょうか、うん。大きな話になっちゃうで、なんて答えしたらいいかと。いや、これはもうね、あの、体制を守るため、うん、核兵器も、それからミサイルも、全部今の体制を守るためですね。そのためにあるということで、今度初めてその、日本にある米軍基地を攻撃できるということを言い出しましたね。うん、ミサイルでね。うん、で、これがね、大きく言っちゃうと、北朝鮮の核兵器、ミサイル乗っけてね、撃ってもね、うん、日本は今までは一応アメリカの核の傘があるって前提だった。はい、例えば、北朝鮮が日本に核ミサイル撃ち込んできた、うん。そしたらその報復をアメリカがやってくれると、うん、いうことですよね。でもそれに対する逆に今度は北朝鮮がアメリカの本土に核ミサイル撃ち込む能力はないよという前提だったわけです。ところがどうもだんだんその能力がつきつつあると言うとね、本当は潜水艦かなんかに沈めといて、SLBM って言いますけど、はい、そこから発射するミサイルだと、これはもうとても一挙に潰すことができないんで、これはアメリカが北朝鮮を核攻撃しても残っちゃう、うん、そうするとその残ってる海の中に沈んでる SLBM でアメリカが報復されるということになると、もちろんやりにくい。しかしそこまでいかなくても、例えばね、2発でも3発でも核ミサイル持ってて、それが1つでも生き延びて万が一アメリカに届いちゃったら、アメリカの何十万人で死者が出ますわね。
アメリカ本土じゃなくてもいいんですよ。ハワイだって100万人住んでんだから。いや、もっと近くでグアムでもいいですよ。グアムは数万人からアメリカ人住んでるでしょ。そこやられちゃったらどうなんのと考えたら、実際上、アメリカは日本のために報復ができなくなりますよね。そういう状況にすごい近づいてるわけで、これは日本の安全保障の問題上、ものすごい大きな変化が起きてるわけ。で、それを国会で今議論しないで、森友問題もいいですけども、あれは新聞の三面記事みたいな問題でね、それはまあ、国家財産の払い下げ問題だから、ちゃんとやっていただきたいが、国家ね、財産の払い下げ問題っていうならば、国一払い下げ問題なら、朝日新聞の、有名なですね、築地の本社の払い下げから何から、朝鮮学校の払い下げから全部ちゃんと、横に並べてやっていただきたいですが、やっていただきたいですが、少なくとも、国のね、存立が危うくなるかどうか大問題起きてるんですよ。それ国会で議論しないで、あの問題ばっかりやってる。やるなって言いませんよ、うん。おかしな話ですよね、うんに。日本の安全保障環境がね、北朝鮮の核の開発、ミサイルの開発ってどんどん変わってるんですよ。日本に不利な方向にね。うんうん、これをだからこう伝えてくれる人もね、あまり皆さんいないので、やはりメディアのあり方っていうのは本当に問われるところであると思います、ね。うん、国会何やってんだってことなんですね。国会を見ると国会がやってることが全て正しいのか、全てそうなのかっていう目線でも皆さんもさすがに分かってきてると思いますよね。時間配分が違うだろうっていうね、感じがしますよね、つくづく。はい、行きましょう。豊島区の大竹潤さんです。トランプ政権の陣容が決まりつつありますが、ここに来て当初の中国に対しての強硬姿勢が和らぎつつあるようです。世界屈指の情報将校のフリンは早々に辞任しました。バノンはウォール街に押され気味のようですし、反中国の急先鋒、ライトハイザーに至っては、同盟国の我が国に対して第一の標的だという始末です。藤井さん、トランプの対中政策は軌道修正されたということでしょうか？されてないですね。それはまさに間違いで、そういうまた言論をね、ミスリーディングなことを言う人がいるんですよ。またキッシンジャーの影響力が強くなってるとかね。で、それは先ほど言ったようにそうじゃなくて、実は北朝鮮問題で取引ができるんならやろうというのがトランプ大統領だと思います。習近平に北朝鮮本当に抑えられるんですかと。抑えてくれんなら経済の方は我々ね、制裁はしばらく発動しませんよと話し合いしましょう。それでもタダでね、何も圧力かけないって意味じゃないですよ。だけども、もしこれができないんだったら経済制裁フルに行きますよと。さあどうしましょうかということを言っている、今第一段階の交渉の第一段階に入ってると思いますんで、対中基本姿勢は全然僕は変わってないと思います。はい。例えば言葉遣いはこの間のティラーソンもね、非常に穏やかだったけれども、はい、言ってることは結構きついことを言ってるんですよね。そこら辺を見といた方がいいと思いますけどね。ティラーソンが日本、韓国、中国行かれて、いろいろまで行かれましたけれども、韓国でのティラーソンさんのね、発言というのも結構厳しい発言というか。それに人に合わなかったんですね。ねえ、もう誰みんな会ってくれって言うんだけどね、うん、誰も会わなくてね。これ会わないってことは。いや、もうそれは沈没する政権の人に会ってもしょうがないだろうってことが、一つだし、新しい大統領もすぐ生まれますからね。そしたら全部陣容が変わっちゃうわけだから、それよりもなんかどうもチャイナでどういう外交をやるんだということで彼は謀殺されてたということも一つあるようだけど、韓国からすれば今も沈んでいく船のね、その人たちに会っても、しょうがないだろうと、はっきり言うとそういうリアリズムじゃないですか。日本は、標則が合ってた方ですし、話が噛み合ってたと思いますよ。あれ、実際韓国の話が今出たから言うんですけれども、韓国も実際に新しい大統領になると言われています。はい、その中で、中韓の問題というのも、サードの問題で、かなり、ね、やはりこの韓国は今までアメリカにも依存してきて、中国にも依存してきた。そして、ロッテのその問題であったり、今度韓国はどこにすがるんですかね。いや、もうどうしようもないところまで来てる、で、だからもうチャイナの方に行くのか、アメリカの方に行くのか、はっきりもう選ばなきゃいけないですね。もうだいぶ前からそうなんだけど、で、特にサードミサイル問題ではっきりしちゃった、はい、で、これはサードミサイルのもう3月6日から実際の配備が始まってんですよ、そしたらもうチャイナの方が、去年から言ってたけどね、ものすごい厳しい経済制裁かけてきた、要するにメイドインサウスコリアのものを買うなと、もう不買運動だし、テレビなんかですごいですね、自動車なんかぶっ壊してるんですよね、メイドインサウスコリアの、はい、でもって家電製品から何からね、ボイコット、ものすごい、これはもう中国共産党一党独裁ですから、はい、上から命令してダーって言ってるわけで、それから去年ね、
確かですね、去年とか2015年の数字だったかな、韓国を訪れた外国人旅行客は1700万人だそうですが、そのうち800万人がチャイニーズだったそうです、うん、半分ぐらいね、うん、これがピタッと足止めちゃったんだ、うん、だから観光業界も大弱りですよ、たださえ経済良くないのにね、だからもう日もさっちも行かなくなっちゃう、チャイナにいじめられてる。で、これは輸出今3割ぐらいが対チャイナでしょ、あの韓国は、はい、もう息も絶え絶えですよ、普通でさえダメなところに、うん、でアメリカの方とすればもうこのサードミサイル配備しなかったら同盟国とは認めないよと、で命綱ですよこれがね、北朝鮮の脅威の前に、これ今例えば大統領いない状況の中で、こういう場合例えばそういう閣僚というか官僚というか、やっぱそういうものが動かしてるんですか？だから代行がやってますけどね。うん、だけども、これでもう、次のまあ大統領が、あの、根本的に決めると思いますが、うん、次の大統領は、まあ今のムーン・ジェインさんという人がトップ走ってますが、うん、共に民主党の代表だった人ね。はい、で、そうすると、この人ものすごい新北ですから、はい、ノームヒョンさんと、うん、あの、同じようなスタンスの、その、まあ、ノームヒョンさんの一番の補佐官やってた人です。うん、そうすると、北と親しくした方がいいと、アメリカよりもと。いう考え方の人ですね、うん、そうするとその分チャイナにもスタンスはあの、まあ、はっきり言うと親中反米の方向に僕は結論というと韓国は勝ち切ると思います。ほうほう、それでアメリカとの縁は切れる。そしたら北朝鮮が非常に優位のうちに数年内に一国両制度でね、連邦制、うん、高麗民主連邦ということを北は言ってますけども、その枠に入ってしまう可能性がある、うん、そうするともう、北朝鮮の脅威に対してアメリカ、日本、韓国で相対峙するという、もう基本的な構図が崩れると思います、僕は。まあ、そこら辺まではもう。そしたらじゃあ韓国のこのアメリカ軍隊っていうのも。引きます。引くってことですか？引くというよりも、それを追い出すのが北朝鮮や、あの、チャイナの外交の一番の狙いですから。まあ、うん。でも、高麗連邦やっちゃったらおしまいですね。うん。韓国はなくなります。はい。いや、困るんです、これ、日本にとっては。そうですよね。バッファーゾーンがなくなるから。だけどそういう方向にもうひたすら経済もダメ、政治もダメ、ひたすらそっちの方向に走ってますからね、崖っぷちに向かって全力疾走って感じですよね、今韓国は。これは今度なる大統領が親睦であるというのは、はい、まあ例えば前のパククネさんが親日であるみたいな話もちょっとありましたけれども、実はやはりね、やっぱりいや、これも信念でそうですから、まあ、そうなるってことなんですか。で、最近さすが選挙を前にしてちょっと言葉を抑えてますが、うん、本音は全く変わらんですね。はあ、だから、ノムヒョンさんは、ノムヒョンさんね、はい、まあ、自殺されちゃいましたけども、その路線なんですよね。新北路線なんですよね。近代中山より新北。まあ、中北というのかね。中北というのか。うん、まあ、そういう方ですから、これはもう私は、韓国は本当に危ないと思います。これを逆にアメリカの方にすがってきたらまた展開変わるってことですね。それもちろん変わりますね。変わりますね。そしたら、いろんな、まあ、外貨、スワップの問題から何からね。そしたら日本ももう少し助けてやりやって話になってくると思うし、アメリカからね。で、それはそれでいいんですよ。それは別に好きでも嫌いでも、やっぱり防衛最前線ですから、38都政は。ところがもう軍隊もガタガタですからね、韓国は。そのことはこの前ティラソンさん言ってくさびを打ってきてないんですかね。いや、結局これはもう最終的にこういう話があって、もう今の政治情勢を覆すにはね、軍のクーデターしかないんじゃないかな、韓国。じゃあそれをやるだけの軍人がいますかと、韓国に、うん、そういう立派な、ね、お国のために、うん、はい、いませんよ今も。これは僕はもうダメだと思います。いや、クーデターはそんなにいいことじゃないですよ。だけども、うんうん、国の体制ね、新北に九州合併されちゃうぐらいなら国の体制を守るという非常の決断はあってもいいと思うんですが、うん、それをやるだけのね、軍人が僕はいないと思いますね、韓国には。それからまたやっても韓国の今の人たちがそれを受け入れる体制にないと思います。これは本当東アジアでもこれね、大変なことですよね。こうなってこうなりつつある可能性がある。数年単位で見たら米軍いなくなると思いますね、韓国から。これ日本にとっても脅威な話ですし、北の軍事力を強めてるだけじゃなくて、うん、韓国という防波堤がなくなるんですね、うんうん、だからもうガラッと変わります。日本にとっては非常に良くない変化です。ですから日本もそれに対してやっていかないと、国防力強化していかなきゃいけない、うん、当然ですけど、ね、まさにそうですね。今日は国際政治学者の藤井元気さんをお迎えしています。はい、どうしようしていきましょう。川崎市の田辺さんです。
アメリカのメディアの報道によりますと、北朝鮮が今月内にも新たな核実験に着手するようです。また台湾情勢がにわかに怪しくなっており、中国が強硬手段に出る可能性がなくはないと思います。アジアでの日本の振る舞い、自公政権の国防路線は果たしてどこまでリスクの計算と対策を練っているんでしょうか。非常に心配しております。はい。台湾はですね、台湾に向けてチャイナが何か今仕掛けてくるということはないと思いますね。というのは、実際上、それはすぐに九州合併したいだろうけど、できないですよね。というのは、米台関係がすごいいい方向に動いてるわけですね。大統領就任する前にトランプさんが蔡英文、台湾の大統領と電話会談やったっていうのがありますし、それからね、今までの型通りのワンチャイナ。政策は認めないと言って、これはトランプはそのまんまです。これ政情を間違って伝えられたけど、そんなことない、我々の解釈によるワンチャイナポリシーを尊重すると言い続けておりましてね、でこれは台湾の独立を前提としたということですから、変わってません。それからね、今度台湾で図上演習ですけど、軍事演習をやるんで、それにね、アメリカの現役の軍人が初めてね参加するんですよ、台湾でやる台湾軍の演習にですよ、これ図上演習だけどね、気を使って制服は着ないで行くけれども、現役の軍人を派遣する米軍が、それから兵器をですね、大量のハイテク兵器も含めて台湾に売る、でこれをやってます。ですからアメリカがね、でこれは手は出しにくいでしょうね、非常に、心理的な圧迫やってるんでしょうけど、それからね、初めてね、蔡英文さんもやるなと思ったらね、チャイナから来てる留学生っていうんで来てた台湾にスパイで一人捕まえましたね、今までやったことなかったですね、そういうことは ね、そういうことをね、結構勇気を持ってやってます、蔡英文政権は。で、表側は非常にぴったり見てるあたりは、トランプ政権とこうコミュニケーションが非常にいいと思います、ですから台湾の方は非常に手が出しにくいと思いますね。ただ非常に急速に今東アジアの情勢動いてるんで、じゃあ安倍政権が 100% 対応できてるかといったら、先ほども言ったようにできてないと思います、朝鮮半島の情勢は非常に早く変わってますからね。それから中朝の関係も今僕は最接近じゃないかと思いますんで、そこら辺ちゃんと見とかないといけないと思いますね。なるほど、はい。ラジオネーム榎本義和52歳 A 型さんです。米独首脳会談でトランプ大統領はメルケル首相とろくに目も合わせず握手すらしませんでした。アメリカとドイツ、ひいてはアメリカと EU の関係がギクシャクする中、日本の立ち位置は今後どうすべきでしょうか。日本の立ち位置は非常に良くなってて、アメリカはドイツと仲悪いですから、その分日本とは特に東アジアのチャイナとか北朝鮮の問題でしっかりやっていかなきゃいけないということで、日米関係は非常にいいですよ。で、米独関係は非常に良くないです。前から良くないですけどね。メルケルさんは、とにかく移民政策でもトランプのやり方嫌いだということをはっきり言ってるわけであって、で、やり方改めないと仲良くしないっていうようなことを、はっきりと大統領、トランプが当選した直後の手紙でもですね、かなり嫌みったらしい手紙で書いてますからね、だから米独関係良くないです。で、トランプさんのおじいさんというのはね、ドイツ系の人なんですけどね、だけどお母さんがスコットランド系なんですよね、で、この間大統領就任式1月20日やりましたけど、その時、大統領就任するトランプさんは、聖書の上に手を置いてとやる、これでみんなそうやるわけですけど、大体自分のうちに代々伝わってた聖書とか持ってくんですけど、お母さんの側のスコットランドの系のお母さんの代々の聖書を持ってきてやったと。で、おじいさんは実はドイツを追い出されたという経緯がありましてね、ちょっと複雑なんですけどね、アメリカに出稼ぎに来たんですね。してもって大層ね、稼いでドイツに帰ろうとしたの。したらおじいさんがね、ドイツにお金持って帰った。そしたらね、なんだお前はね、徴兵制を逃れてアメリカに行ってたろうって言ってね、もう受け入れねえぞって言われてですね、でしょうがなくて帰ってきたって。嫌ならもう一回、確か軍隊行かなきゃダメだとかなんか言われてね。だからね、トランプ多分ね、じいさんの話からしてね、父親の父親ですけどね、ドイツ嫌いなんじゃないかと思いますけどね。そこまで知ってる藤井さんってどうするの。いやいや、そういうことは、もののあれにね、出てただけですけどね。だから米独関係良くない。方向性違う。要するにトランプさんはもうボーダーレス経済ダメだと。国民経済を大事にしましょう。で、メルケルさん逆ですから。難民でも何でもどんどん受け入れてね、やればいいじゃないかと。いまだにボーダーレス経済になんか幻想を持ってるのが。
まあ、今のドイツね、メルケル政権だからね。そうですね。まあ、EU の難民問題っていうのもですね、かなりこの、それに付随してこの IS 対、まあ、トルコ、ロシア、アメリカが今一緒にやってるというのも、またこれ不思議なところで、そしてこの EU のこのロシアに対する、まあ、ね、この、厳しくしている部分も考えると、いろんなこの顔が見えますね。いろんな国の二つ三つ。なんていうかな、こう、非常に複雑な 連立方程式で動いてるんで、ただ、ドイツは今、チャイナと非常に親しいですから、その分、ロシアとは厳しいということですね。なるほど。で、アメリカだって、ヒラリー・クリントンがなってれば、親中反ロシア でしたから、彼女は、はいはい。ロシアと非常に逆に今度、厳しい。だからロシアと戦争になってたんじゃないかって言ってる人もいるぐらいで、ヒラリー・クリントンが大統領になってたら、そのぐらいのもんだと思います。だけど今、IS 潰しのためにはアメリカとロシアは手を組んでますから、少なくともその部分に関しては。ちなみにこの間ですね、スウェーデンで徴兵戦が復活したんですよ。はい、しました。ねえ。はい。あ、松さんもご存知でしょう。ねえ、よく日本のね、左の方の人は、スウェーデン理想郷みたいに言う人がいるけども、福祉国家でそれはそれで結構なんですけどね、ちゃんと徴兵制のある国で、2010年に一回廃止した徴兵制、ロシアの脅威が増大したっていうんで、復活したんですよ、そういう福祉国家なんですよ、福祉国家でも国家なんですよ、国家の防衛は国民が等しくやるんですよね、そしたら徴兵制しかないんですよね、人口の少ない国でやっぱなおさらですね。この国家観っていうのをよくここで見てほしいですよね。そうそう。だからそういうのも含めた福祉国家なんで、はい、だから福祉国家の、スウェーデンみたいなのいいなっていう人は、徴兵制がある福祉国家だってことを忘れないで言っていただきたいね。いや、日本でもそうしましょうよっていうなら、話わかりますがね。福祉だけ取らないでくれたら、ね、そういうことですね。いいところだけ抜粋しないでくれて、好きなところだけ見ないでね、はい、バランス取って見てほしいなと思いますね。はい。東京都足立区の竹本正明さんです。先頃 G7 のメンバーであるカナダが北米の国としては初めて AIIB アジアインフラ投資銀行に正式に加盟するというニュースがありました。これによって G7 では日米以外のすべての国が参加したことになり、さらに加盟国数では日米主導の ADB を上回ったと伝えられています。 AIIB 発足当初の日本のマスコミはバスに乗り遅れるなと参加を促す論調が多かったにもかかわらず、実際に始まってみたらバスが順調に走っていないのか、加盟国数が増えているという報道以外はほとんど聞こえません。結局のところバスに乗り遅れるなと言ってみたものの、バス停付近で日本の加盟をいつまでも待っているという状態なんでしょうか。藤井先生、 AIIB の現状を教えてください。AIIB はだから看板だけ出してですね、商売上がったりっていうか何もしてないで、 AIIB がやることってのは結局お金がないんですよ。今一番チャイナはね、外貨準備がいっぱいあるからね、そこからお金出してくれるんじゃないかという思惑だったんだけど、でこれは前から申し上げてますけども、チャイナの外貨準備は今どんどん減ってます。もう3兆ドルも切りましたという状況になってきて、おそらく実際もっと少ないと思います、はい、で、これは実はチャイナも外国から借金してますんで、それとだから今キャッシュで全部借金返しちゃうと赤字ですね。外貨準備じゃ足んないんです。外貨準備以上の借金してるんですよ、外国から。お金がない国はどうやってお金出せますか。これ AIB やるとしたら、まあ主にドル建てで海外にインフラ投資するんでしょう、はい、ということですよね。お金がない国はどうやってやるんですか。何もできないですよ。だから結局やるプロジェクトっていうのは、そのアジア会議なんかで一緒にやりますというようなことで、また日本がこんなの助けなきゃいいんだけど、アジア会議は日本が発言力あるのにね、まあ、財務省の一部にも親中派がおりますので、はい、抱き込まれちゃった人たちがハニートラップかマニートラップか知りませんが、ということだと思いますが、それで結局他人のふんどしを借りて相撲を取ってるというのは、かろうじて AIB がやってることで、数がいかに入ったって何の仕事できないんですから、あのバスは動いてないんですよね。バスに乗りたいって人いっぱい並んでんでしょうね、バストップで。いや、だから僕、久しくこの AIB っていうのはもうなくなったとは読みませんけど、ね。あるんですね。ねえ、なんかそう思ってたのが、カナダがそういう話を聞くと、何をっていう感じになってしまいますよね。カナダもね、移民政策なんか緩くね、トランプに対抗してやるなんて言ってますけどね。で、偉いことになりますよ、どん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 。カナダと中国の関係のなんかのあれで、こととかじゃないんですかね。そうですね、まあ、チャイニーズもね、もう経験良くないんで、どん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 海外にもう民族大移動が始まってますよね。それだけ、それでもカナダにもどんどん来るだろうし、それだけやると、まあ、イスラム系の人たちもね、ウェルカムなんて言っちゃったらどんどん来ちゃうだろうしね、まあ、カナダやないことになると思いますよね。
もう今はなんかもうカナダも昔ね、ほんとバンクーバーがね、ホンクーバーとかなんか言われてるぐらい。あの、香港がね、はい、の時に、香港からかなり一時逃げましたよね、バンクーバーにね。で、また戻っちゃった人もいるぐらいですけどね。まあ、香港はいよいよ本格的に、まあ、その政治的自由はもうなくなりましたから。今、ニュージーランド、オークランドとかすごいみたいですね。そうですね。だからニュージーランドも気をつけないと、ニュージーランドいい国ですよ。かつてのカナダみたいにね。だけど移民の、なんていうかな、ハードルを少し上げて、ちゃんとスクリーニングして、いろいろ人を入れないと、人口小さな国ですから、そうですよね。あの、ガタガタになっちゃうと思いますよ。ある意味で、今、そう、異常な理想郷的なね、ところがニュージーランドはあるんだけどね。はい。横浜市青葉区の斉藤さんです。明日発売のウィルで藤井さんが百田直樹さんと一緒に村上春樹さんの新刊騎士団長殺しを批判するという広告を見てワクワクしております。ぜひここで少しだけでも教えていただきたいです。また百田さんというとあれこれ言われておりますが、どのような方でしたでしょうか。信頼に足る人物でしょうか。百田さんは僕は馬が合うというか、信頼に足る人物だと思います。本人も言ってましたけど、少々、なんていうかな、まあ、口が軽くってっていうかな、あれで、すぐ僕のとこは炎上するんです、なんつって。まず逆に彼は炎上を楽しんでる風でね。大炎上とかいう本も出してなかったから。で、そういうことですけどね。非常に、シーンはね、単純明快な愛国者だと思います。はい、百田さんは。非常に、男らしい方だしね。うん。で、実はその、僕は、村上春樹を僕は批判してないんで、ただ、村上春樹さんがね、その新刊本の中で、南京、いわゆる南京大学説はあったと、言ってるとすれば、それは全然勉強が足りないということに尽きるんで、いわゆるですよ、昭和12年12月のね、そういったものはありませんから、で、これは、中国共産党の宣伝を、だけを、見たり聞いたりしてんじゃなくて、ちゃんと作家としてね、良心的に事実をちゃんと調べてから影響力のある方ですから発言していただきたいと。まあ、たとえ小説の中でもね、そういうスタンスです。私は、村上春樹さんの小説は一行も一冊も読んだことはありません。